いいから危ないから後ろ行きなって近くのおじさんがうちとお父さん言われたんだって。その後も灯油かぶって、灯油じゃない多分。仕事終わりのお使いのビールはゴールドベルグだ。話してきてる、うん、いや、私もそろそろしたかったよ。まずはビールを一気飲みして夕飯なんだよ、仕事から帰ってきたら。でも来るよ、食べながらじゃなくちゃ。いきなりだと。まだ来ないよ。それや。これだってアルコール6だもん、ほら6。ここだって来るよ。3号館はすぐ飲んじゃうんだね、僕みたいに酒が強い人は。一気で飲む。すぐは来ないよ、5分ぐらいしてくる、うん、うん、日本酒ならすぐ分かる。しまって吸いすぎだ。いや、やめよ。吸いすぎだ。え、俺が飲んでるお酒は？値上げすんな。お酒はそうじゃない。普通に一時これ値上げするってみんなまとめて買ったじゃん。ふざけんなよ。お酒の仕事してる時にまとめてみんな買いましたんじゃないの？だって。なんで知ってんの？あったじゃん、最近値上げって。お酒はまだ今回しない。たくさん買ってたんですよ、みんな。それは毎日飲んだりするんだからね。バカ買い。安い方がいいもんね。腐んないもんだって。嬉しい悲鳴で。車でね、どっさり買ってってくれたって。それを運んだんでしょ、車にですか。車にぎゅうぎゅうにお酒入れて。うん、嬉しい悲鳴じゃん。どう考えたって奥さんじゃないな、ご主人じゃないな、ね、もう定年してる、うん、どう考えたって奥さんじゃないな、なご主人、まあ、安い方がいいもんね。マイマートソリマチ、うん、いや、そこの店長マジイケメンだよ、お客さんじゃおばちゃんソリマチ。安くてイケメンがいいんだ。うん、高くてもね、イケメンがいるから、そう、さらに安いから。独身？多分独身だって指輪してない、うん。イケメンなのにね。うん、理想が高いの。何言ってるよ、ソリマチが。天井もね、低いからさ、一瞬で。本物あれじゃん、奈々ちゃんと結婚してるじゃん。うん、うん、もう最近出なくなるもん。奈々ちゃんが忙しいよ。うん、うん、何知ってんの？なんか出ないじゃん。うん、うん、その新幹線の話だけどさ、ロマンスカーなんかもさ、ほら、ね、駅で降りるときってなかなか進まないじゃない。通路からさ、
だから新幹線もほら逃げるって言ったってね、逃げられないよね。で、天井も狭いしさ。何があったの？油かぶったの、うん、おじさんが最近仕事辞めたの。もうすぐ近所の人のさ情報を聞いてきて、そしたら最近仕事辞めたって。リストラ、それとも体が悪かったのかな、それで嫌になっちゃったの。もっと違うところで死ねばよかったんだけど、もう死ぬ人にそんなの選べないもんね。新幹線でな、自殺すんなバカ。だからその人さえが一気にも火の海だよね。それも大量に、なんだっけ、ね、普通の灯油のタンクで18リットル。駅員さんとか平気だったの？死ななかった？大丈夫？だって走ってる最中だもん。じゃあ駅員さん、あ、車掌さんが、じゃあ後ろと運転手さん前と。前やって。運転手さんは？平気だったんじゃない？よかったじゃん。それちゃんとそういうのがあるんだよな、壁が。東京出発して、新横浜過ぎた後で、だから新横浜と小田原の間で止まったの。それで煙が充満してるから、で60代のおばちゃんが煙で死んじゃってさ、で他の人たちも一両目に乗ってた人、もう顔に黒いすすがついちゃって、持ってるの何、焼身自殺。そう、バカじゃないの。持ってるものも焦げちゃったりして、カバンとか焦げたりしててさ、逃げらんないよね。安全だとは言われても、そういう事件があったらね。ツイッターでその時みんな乗ってる人がつぶやいたんだって。まさか焼身自殺は知らないから火つけたとかさ、ツイッターにつぶやいたって乗ってる人。新幹線で自殺すんなバカ。だからなんで仕事辞めたのかさ、リストラされたのかさ、具合悪くて仕事辞めたのか。誰もね、あの人の迷惑のかからないってことで死ね、ね、死ね、うん、次回に入るとかね。奥さんになるのかな。小学校なんだ。犯人はジジイなのかとかコメント来てるよ。71歳だけどさ、その油の量がさ、バカだろ。昇進って何、どういう意味。自分で嫌になったってこと。嫌になった。昇点焼けるってさ、焼けるし自分で書く。え、こうやってかぶったの自分で。油かぶって、その後自分でライターかマッチかしらに火つけた。それもう、燃えるに決まってんじゃん。あ、死んじゃった。きれい、気持ち悪い。そういう教官の前でやることだった。今日新幹線であった、焼身自殺の真似です。やだね、帰れ。もうさ、入るの禁止になったりして、教習所入るなって。もう酔ってるよ。入っちゃダメだって、もう。あれ、教習生か、電源禁止。どうする、来たら、ブザーが鳴るようにしとこうか。でもね、お金返すみたいね、じゃあね。あ、うわ、やべ、あっち。ちょっとタコじゃねえ。いや、漫画とかでさ、違う、漫画とかで焦げちゃってんじゃん、ほら。もう12時半過ぎてるって、相手知らない、近いかもよ。もう酔ってるよ、すでに。ほら。え、じゃあ漫画とかでほら、焼けて黒焦げになってんじゃん、ほら。目だけ。ボロボロで、漫画だからいい。あっちこっちこうやって破けてる。カメ君もボサボサです。その後普通に戻るじゃんね。
かしいじゃん。それちょっとしてからもう漫画だからあのドラえもんとかでほら漫画だから、うん、うわ6って結構来るな。ある、来るやん。それも空腹だとなおさら来るよ。じゃあおじさんがね、新幹線で自殺するとか言ってるからだよ。もっとさ、じゃあ海とかに飛び込めよ、じゃあ。バカだろ。とかさ、あと、なんだっけ、時間に入るとかさ。なんでよりによって新幹線でやるの、わけわかんない。困っちゃうよね。仕事で乗ろうと思った人たちみんな困っちゃうよね、止まってて。やるとこ考えろよ。だから死ぬ人にそんなことを考えるわけないじゃん。だけどまだ周りにいた人にさ、よくそう言ってるね、後ろ行けって。ん？なんそれ、周りにいた人に言ったの？後ろ行くように。やるだ。そうそうそう、いいからって、いいから後ろ行け。その後、こう油撒いてるなと思ったら火つけた。2回ぐらい爆発した。だって座席だって火ついちゃうもんね。もうなんじゃ、死にたかったのじゃ。もうすぐ近所の人にインタビューに行って、そしたらさ、最近仕事辞めたんだって、もう明日なんてもっと詳しく言うんじゃない。病気で仕事辞めたのかさ、生きるのが嫌になってたもん。働くっていいもんね、70歳でもね、お金入ってくるし。家にいて認知症になっちゃうもんね、働いてさ。認知症の色じゃない。あのシルバー人材で。ねえ、うん、いいじゃん、お金も入ってくるし。病気でも見つかったのか、どうしたんだろう。思った、そのみんながさ慌てて逃げたって言うんだけど、ロマンスターがあの通路を見て思った、降りるとすんなり降りれないもんね。年取ってるとなおさらね、時間かかるよね。カレー食っていい？カレー食っていい？じゃあさっきさ何も食わないで言ったんです。あ、そっかそっか、うん、すいません、言ったのに怒られなかった、謝ったら、うんうん、そりゃそうだよ、ああだこうだ言う間にまずはやらないと謝るんだよ。ユースキー行った時もう行列だったのよ、何ですか、いつものことだけど。今日なんかライブ結構痛い人がなんてだろう、今日なんだっけ、あれ、あ、月末か。でも食べちゃったね。うちなんか食べれば毎日でもさ、買いたいとか食べちゃった。テレちゃんお願いします、明日。あ、お願い。荷物持ってね。お願いね。荷物持ってね。荷物、取ってね。そしたらこれ少し減らしていけばいいじゃん。誰も弟がさ留守の間にアサルとかないんだからさ。もう明日は絶対行く。来てるわ、空腹で。一気に飲む、ちょっとずつ、ちょっとずつ飲むんだ。フラフラするんだって。ちょっとずつ。何が焼身自殺だ、バカ野郎。うん。なんか理由はじゃないの？病気で仕事辞めたのかさ、嫌になっちゃったの？
うん、後ろ行けじゃねえ、降りてからやるよ、それ。そうだよね、せめてね。で、それ一個だけじゃないかな、それがほら、もう動けなくなっちゃうと、もう他も全部がね、止まっちゃってさ、だからみんな飛行機に集中したりさ、夜行バスでにしようかなとか言ってたよ。動く見込みがないからさ。ね、このアホじじい。困っちゃうよね。でも死ぬ人にそんなのことなくもう考えないでしょ。アホじじいが。新幹線で、新幹線走ってる途中にな、後ろ行けって言って、油かぶってやるんじゃねえ、バカ野郎。次の駅ついて駅でやるよ。せめて。あの、車内じゃなくて。アホが。もうそのじじいに死神がくっついてたんだよ、もう。それでさ、まあ、火は消したんですけど、現場検証をするからってさ、動かないでさ、小田原まで少し乗ったまんまだから、みんなしばらくしてから小田原に行ってさ、降りられて、アホじじい。明日海じゃなかったらその事情を。ちょっとカレー食べます。今から。いくらお腹空いててもさ。ご飯ある？あるよ。全部じゃないよ。明日朝父ちゃんが食べるから。明日の父ちゃんの朝の分取ってる。まあ、このまま抱きつこう。やめて、やめて、マザコンでな。やめて、マザコン。ご飯じゃないの？カレー食べるの？いい、今の茶碗でいいじゃん。そんなの決めてないのか。父ちゃんの朝なんて、やめて。車のせい。やめて。だっておまわりさんだって俺みたいに用事したの、ね、休みにね、あ、その仕事がない時、うんうん、結構だってお酒好きなおまわりさん多いしょ、だっていない、でもあんまり飲みすぎて次の日二日酔いでほら、じゃあ逮捕しますね、それこそバカバンのバンバンのふざけんな。そしたら頭バケツで頭から水かけられる。目を覚ませ。じゃあ逮捕しますね。あの罪だ。逮捕。こんないっぱいでカレーかけるよ。つけて。カレーかかんないじゃん、それじゃ。それでも警察官かって、警察官だよ。うん、だって、おまわりさんだって酒飲むでしょ。休み。あの、出勤中は飲まないよ、もちろん。どこにかけんねん、それで。加減しないとこぼれちゃうじゃん、じゃあ。ちょっとかけといて食べてって、そうすればいいじゃん、じゃあ。いや、無理じゃん。いや、こぼれることはない。大丈夫だ。ちょっとかけて食べて、またかけてて、そこで。いや、大丈夫だ。志村けんも大丈夫だ。これがココイチのカレーだ。違うよ。仮面ライダーカレーだ。色がそういう色ではないんじゃないの？もうお子様って感じでいいじゃん。ココイチもっと濃いよ、色。こ、うんうん、れがお子様の色。これがライダーカレーだ。お子様の色。これを食べてみんなも仮面ライダーになれ。ウニコカレー。
投げんなマジで。あ、俺、俺誕生日だ。俺生まれて20年。うん、20年。5年でも長いのに。これあのスプーンで食べた方がいいよ。箸だと食べづらいから。何が原因だろう？お、カレー美味しい。さっき何も食べないで。誰か来てるかい？来なくていいよ。まったく。戦闘態勢だよ。嫌だよ、俺は。じゃあ割り切ってだから。でも、一人で暮らしたりするとさ、結構ありがたみが。黙ってでもさ、洗濯物がきれいになったり、食事が出てきたりさ。濡れたワイシャツ、そのまま着てったって言ったよ。私、衣類の時のさ、ね、乾燥機でさ、慌てて乾かしたりしたけどさ。全部、そういうのがあって、全部自分で乾かしたんだよ。ティッシュを使うから乾かした。今日は一緒に寝よう。武蔵と。眠くなってきた、酔ったせいか。そりゃそう。だけど途中で目が覚めた。早く11じゃん。早く上がってる。うん。さんまさんって何？ダメだよ、もう顔真っ赤。だんだん。あ、きつい。ちょっとずつ飲んでくれ、一気に飲んでるから。来るな、空腹でもビール。空腹でビール来るわ、やっぱ。だ将来、あのおまわりさん同士で、あるでしょ、なんか飲み会とか。うん。眠くなってきたね。警察の飲み会とかあんの？うん、でも
ね、全部休みにするわけじゃないからさ。今日飲み会で休みですなんてないから交代じゃない。たまには息抜き。うん。